笠岡の偉人といえば小野蟄経。小野蟄経は大正昭和期に活躍した日本画家です。本名は小野栄吉といいます。明治22年1889年、岡山県笠岡市西本町に生まれました。画家を志すようになって14歳の折、京都の日本画家竹内栖鳳に師事します。その頃、栖鳳から蟄経という画号を授かります。その後、明治44年1911年に京都市立絵画専門学校、現在の京都市立芸術大学を修了します。大正5年1916年に開かれた第10回文展において島2作が特選を受賞しましたが、翌年は落選。当時の日本画壇の作品評価に疑問を感じた蟄経は、大正7年1918年1月、学友たちとともに国画創作協会を結成します。蟄経はこの国画創作協会で新鮮な創造を求めて模索し始めます。第1回展に大作の泣切村を発表。蟄経29歳の時でした。日本画の在り方を見つめ直すために蟄経は半年間ヨーロッパに留学します。東欧経験は蟄経にとって西洋から東洋への回帰につながります。帰国後、蟄経は日本と中国の古典絵画を改めて学びます。この作品は泣切村と同じ場所を線の技法を用いて描いた作品です。その後、蟄経は四季の移ろいは色に現れると考え始め、日本の伝統的な様式大和絵の研究を深めていきます。そんな折、昭和10年代に友人土田麦僊、村上佳学、師匠竹内栖鳳との死別、さらに将来を日本画家として嘱望されていた息子春夫を戦争で亡くします。最愛の人々を立て続けに失った蟄経は、鎮魂の思いを込めて中秋の月という作品を描きます。この頃、蟄経は巨神になると自然は近づいてくるという言葉を残しています。この作品には失った友人や息子の分も含めて、日本画家として再出発する決意も込められています。この作品以降、年を重ねるにつれて色彩はより鮮やかさを増していきます。従来の日本画では表現されてこなかった透明感のある水の色、空の色、それは蟄経ブルーとでも言えましょうか。さらに蟄経は茜空の画家とも呼ばれます。夕焼け空を描くとき、鮮烈な装飾表現が展開されます。また蟄経は表現者として画業だけにとどまらず、俳句の創作にも親しみました。その試みは詩の心で風景を捉える蟄経スタイルを確立していきます。松尾芭蕉の奥の細道を介して表現した作品は、奥の細道句章絵十点として発表されました。この大きな成果と戦前からの功績により、昭和51年1976年に文化勲章を受章しました。晩年には水墨画の世界にも挑んだ蟄経。昭和54年1979年、89歳でその生涯を終えるまで日本画の可能性を追求し続けました。笠岡で生まれた日本画家小野蟄経は、自然の息遣いを色彩として表現した日本を代表する画家といえるでしょう。